こんにちは、みずきです。今回は初のイメチェン動画です。はい、ということでまだね、見えないようにしてるんですけど、私今までに髪の毛を染めたりだとか、まぁ、ちょっとね、毛先をカットしたりとかしても、わざわざね、動画にしてなかったんですよ。なんかカラーとかもね、そんなに変わり映え？いつもと同じカラーをしてたので、まぁ、動画にする必要もないかなと思って動画にしてなかったんですけど、今回は本当にパッと見で、あ、変わったってわかるくらいの変化があったので、ちょっとね、動画にしようと思って撮ってます。では早速新しい髪型をお見せしようと思います。3、2、1、じゃじゃーん、こちらです。まあカラーはね、普段とそんなに変わらないんですけど、私いつもねセルフで染めてるので、これビューティーラボのビターショコラで染めました。いつもはこのシリーズのアッシュブラウンで染めてたんですけど、なんかたまにはね違うカラーにしたいなと思って、今回はビターショコラっていうカラーにしました。で、一番変わったのがね、長さなんですけど、私本当にね、この辺くらいまで髪の毛あったんですよ。で、まあ30センチくらいかな、そのくらい切って、で、今胸の上あたりくらいの長さです。で、今巻いてるのでちょっとわかりづらいかなとは思うんですけど、切りっぱなしっていうのかな、毛先重めで切りました。で、私毛量も多いので結構すいたんですけど、まあそれでもちょっと重めな感じで作ってます。ほんととにかくね、最近長い髪の毛が邪魔で邪魔で仕方なかったんですよ。なので全然後悔とかせずに切ってよかったなと思います。ちなみにカットも自分でしました。最初普通に長さを整えて、その後ちょっとすいていく感じでやりました。もう少しだけ量を減らして、まあ、もうちょい短くしてもいいかなと思うので、多分徐々に短くなっていくんじゃないかなと思います。はい、そんな感じです。ということで今日もご視聴ありがとうございました。では。